さんこんにちは。ある人が言っていました。サティオのフォアは強くなると。特訓です。今日も来ていただきました。こんにちは、お邪魔してます。サティオです。こんにちは。こんにちはです。明けましておめでとうございます。もう1ヶ月経ってるけど、はい、確かに全然会ってなかった。はい、お久しぶりです。すげー。ちょっとね、僕がちょっとサティオのフォアを見てたら、はい、もっと強くなるんじゃねえかって思って、はい、で今日の企画はサティオのフォアを強くします。なんかやっぱ動画でこう見てると、はい、なんか決めきれないところ多いじゃん、はい、まあ、俺が受けててもなんか抜けねえなっていう球が多いなと思って、うん、はい、で今日はこう皆さんが僕がレッスンしてるようなところを見てください。で、サティオのフォアを強くして、まあ、今後どう生きてくるかっていうのがすごい楽しみだなっていう。ありがとうございます。ください、僕にフォアを。いや、フォアはあげれないけど、あげれないんですけど、はい。今日ね、サンちゃんいないっす。はい。裏切りやった。はい。はい、ということで、もう早速やっていこうかなと思います。もう、ぜひ、強くなって帰ってください。いいんですか。はい、ありがとうございます。それで弱くなって帰ってきたら僕も応します。頑張ります。お願いします。お願いします。はい、皆さん団員着きました。はい、ということで早速ちょっとまず普通にドライブ打ってもらおうかなと思うんですけど、はい、ドライブ対ブロック。はい、全然打っていいですか。全然打っていいですよ。もっと強く打ってもらっていいですか。もっと強くいいですか。はい。いや、サティオさん、変わってないですよ。うざいよ。大丈夫ですか。うざいよ。うん、変わってない、変わってない。はい、っていうような感じです。はい、これ見ていただくと分かるんですけど、サティオはバックハンドグリップなんですね。あー、そうですね。で、バックハンドグリップでフォアを打っているんで、はい、まあ、間違いなくボールは言ったら山なり系というか弧線を描くような形になりがちなんですよね。はい、なんでかっていうと、そもそもバックハンドグリップだとボールの外を捉えるような形になるんですよ。いわゆる力もしくは回転を意識したドライブなんですよね。で、今多分グリップ持ってると親指がこうやって立ってるんですよ。ちょっと一回外してもらっていいですか。外すっていうのは親指を外して、ああ、こう、今こういう状態を外してもらいます。わざと外してもらっていいですか。はい、え、打っていいですか。打っていいですか。どうですか。あ、でもちょっと違う。インパクトガツってなります。そう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 。で、今ちょっとボールがこう深めに飛んでくるようになりました。当たり方が違います。音が、そう、音が違うんですよね。まあ、そもそも、はい、で、それだけでもそんだけ変わってしまうんですよ、ここは。うん、意外と変わりやすくで、もっといい球にしたいじゃないですか。はい、僕みたいな球欲しくないですか。欲しいです、欲しいです。ください、早く。求めすぎだよ。じゃあ次何やるかっていうと、はい、ボールの内側取ってもらっていいですか。はい、はい、ボールの内側取って打ってみます。そう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 。あ、すいません。やってるとスピードがどんどん速くなってきますね。はい、で、それに合わせようと自分が必死にこう、はい、なります。なります。で、絶対遅れてくるんですよ。うん、だから、はい、結構前で当てるような感じです。で、写真で見るとこう横で当たるような形とかなりやすいんですけど、わざと前で打ってもらっていいですか。で、テイクバックを捉えてもらっていいですか。あー、はい、出ました。こういうことですか。そうそうそう。そう、テイクバックを取らずに前に振るっていう状態。おお、いいね、いいね。テイクバックを引きすぎるといわゆるボールとの当たるところが分からなくなっちゃう。できるだけこう前で当てるような形の方がいいボール。
うとことしては後ろから振るときはいつも通りこう弧線を描くようなボールでいいです。逆に前に上がってきたときに威力が欲しいんで、前に上がってきたときは逆にその打ち方の方がいいボールになります。あ、今打ってて安心感あるなら外側捉えた方が安心感あるんで、そうで思うじゃないですか、はい、あの僕逆なんです。あ、そうなんです。外側捉える方がすごいこう安心感なくて、内側取っていった方がうまく安心感入るような感じなんです。やっぱり結局慣れなんです。そうですね、そう慣れって怖いんですよ、だから本当はどこ取れるのもいいです。だからあの安定したところ確かに必要なんですけど、やっぱ威力ないと怖くないじゃないですか。っていうことで今日ちょっとカットして、カットして、はい、下回転をその打ち方で打ってもらっていいですか。はい、めちゃめちゃ変わる。こうぶっ飛んでいくと思うんで、ぶっ飛んでいくと思うんで、いいよ、もっと上から振っていいっすよ。はい、そう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 。で、あとは入るように仕向けてください。ボール仕向けて、いや気持ちなんですよ、ここからここからコントロールです。コントロールですか、ここから。コントロールが足りないです。あれで、こうこうやってやっていくと、わかりますか、あのもう外を取り始めてです。では上に振ってないです。あー、確かにまだオーバーしますもんね。そうですね、だから上から下に振ってみてもらいます。はっってなるよね。はい、上から下に振ってみてもらいます。おお、違う、今のもっと上から下なのイメージ。まだまだ、おお。結局何をしたいかっていうと、イメージが弱いです。いわゆる安定したボールでこう強いボールを振ろうとしてるから、あ、そもそもちょっと違うかなっていうところ。安定が先に来ている。そう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 。その中から強いボールってなかなか生まれない。強いボールから。そう。強いボールから安定させるっていうところがコツです。なるほど。うん、じゃあバックカットやって、はい、やってみましょうか。一番欲しいところ。はい。おい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 。いいのかそんなんで。そんなんでいいのか。おいいね。わ、いいね。おお、そう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 。おえげつないっす。今いいですね、確かに。ちょっとじゃあ今までの打ち方でやってもらっていいですか。わかりました。はい。うん、だボールが軽いっすやっぱ、だから意外と。だなんかボールが来る気がしないというか、ボールが手前で落ちるような感じなんで、ブロックとかもしやすいです。あ、これが使い分けれればいいんですよ。これがダメじゃなくて、使い分けができたらもうすごいですよ。それはだから自分のこう親指とかの違いで変えてあげてもいいんじゃないですかね。急に。何やり。早くしたいってわけじゃなくて、あの相手に対してこうどういうボールを送りたいのっていうのがそもそも頭の中で鮮明じゃないっていうのが、言ったらちょっと弱いポイントなんですよ、僕らからしたら。確かに、せっかく回り込んでいるのに、そう、安定っていうか、安定して入れてブロックされてカットしてだったらすごいもったいないじゃないですか。確かに、かそれが言ったら欲しいんですよね、はい、ドーンっていうボールがこういう感じです。はい。でも僕はまだまだ理論は持ってるんで、先を今後どう強くしていくかっていうのを僕もちょっと考えています。本当ですか。はい、こういう感じなんで皆さん、あのぜひやってみてください。カットマンの人も多分有効的だと思うんで、触り方、そもそも触り方っていう部分がちょっとポイントかなと思います。ご教授いただきありがとうございます。そんなこと言うことっけ。はい、ということで今回はこれで以上になります。皆さんぜひ触り方の部分やってみてください。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。